まずやっぱり全日本の資格が取れてないメンバーがいるので、そういうメンバーは、全日本の資格を取るべく頑張ると。あとはやっぱり地元のレースなので、少し地元のファンの方々だったり下部組織 の、 メンバーだったりとか、そういうメンバーにかっこいい姿というかを見せられればいいなと思うんですけど。魅力、選手が近い、近いかも。選手が個性的、みんな個性的。ヒムロックがかっこいいところです。話させてもらいました。ちょっとカロリーを高めに。そうそう、結構要望聞いていただいてまして。チームの雰囲気、そうですね、結果も出てるし、みんな次は自分もやってやろうという気持ちも強いと思うんで、結構いい雰囲気だと思いますね。そうですね、しっかりチームでまとめてみんなでいい順位取れるようなレースにしていきたいと思います。今日は、自分個人的にはスプリント得意なんで、最後集団でもがき合いになったらいいと思うんですけど、チーム力も結構上がってきてるんで、途中でも積極的に動いてチームが有利になるような動きができるようにします。本当に一番最初はツールド福岡というのが2010年11年にあって、そこにたまたま僕は所属していたというところで VC 福岡というチームが、あったんですけども、それからですね、当時そこの福岡に J プロツアーに参戦できる権利がなかったので、J プロツアーを目指したというところです。地域型クラブなので、理想の形はやっぱりその裾野が広がってるっていうところなんですけど、こういうレース会場、今日も今たくさんのクラブ員に支えられてる、チームなのかなというところです。比較的毎年、若い選手が、活躍するというか、そういう、
まあ、チームの色があります。そうですね、自分今大学1年生なんですけど、早い段階から上のカテゴリーで挑戦したいなっていう気持ちがあって、宇宙工科の方でそういう機会をいただいて感じです。で、海外に行っても通用するレベルの選手になりたいなと思ってます。別に雨だから自分が速くなるわけじゃなくて、周りが遅くなるんですよ。コーナーで滑っちゃうとか、結構気温が低いとか、いろいろ晴れの時より悪くなるんで、だからみんな気持ち的にもあんまりやりたくないっていうか感じになって、多分遅くなるんですよ。自転車もレンタルですね。もう全体的にプラン通り、常に余裕を持って動けたって感じだったんで、チームメイトにも感謝したいし、そう、チームで勝ったレースって感じでしたね。まあ、僕の結果はもちろんですけど、やっぱりチームで常に動いて、チームで戦って、で他のチームメイトもちゃんと力があるんで、僕だけじゃなくて、僕や渡辺選手だけじゃなくて、他の選手が結果を出していけるようなシーズンにしていきたいですね。